皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は小学校6年生の算数、分数×分数の計算、これについて説明します。まず分数×分数の計算、このルールを覚えちゃいましょう。分数×分数の計算は分母同士、分子同士を掛け算して計算します、ね、分母×分母、分子×分子、こうやって計算するんですね。では実際に練習で4問計算してみましょう。括弧1、5分の4かける7分の2ですね。ここでは分母は5と7ですから、分母の掛け算は5かける7、分子は4と2なので、分子は4かける2とこうなります。これを計算すると下は5735と、分子は四人が8、こうなって35分の8、このように答えが出ます。同じように括弧2番もやってみましょう。3分の2かける8分の5です。分母は3と8なので、3かける8、分子は2かける5ですから、ね、このようになりますね。でここでは2と8が約分できるので、この計算の途中で必ず約分はしちゃいましょう。で約分は忘れないようにと。2は1になって、8は2で約分すると4になりますね。分母は3412と、分子は 1×5 で5と、12分の5が括弧2の答えです。3番にいきましょう。6分の5かける3分の2です。同じようにやります。分母は6×3 ですね。分子は 5×2 です。この2と6って約分できますよね。ですから計算の途中で約分しちゃいます。どちらも2であって、2の部分は1、6の部分は3になります。分母は 3×3 になったので9と、分子は 5×1 なので5と、答えは9分の5、このように出てきます。括弧4番です。9分の5かける10分の3ですね。同じようにやります。下は9かける10と分母ですね。分子上は5かける3になります。ここでは約分が2つありますよね。まず9と3ですね。どちらも3で約分すると3は1、9は3になります。5と10、これ5で約分すると5は1と。10は2になります。分母の部分 3×2 で6と、分子の部分は 1×1 で1と、4番の答えは6分の1、このように出てきます。では対分数の場合はどうしましょう。対分数はこれ仮分数に直してから計算します。では2問やってみます。括弧1、2と4分の3かける1と7分の1ですね。これも分母と分母、分子と分子を掛け算するんですけど、これ仮分数に直すと4分のこの前の整数と分母の部分を掛け算して、分子の部分、この数字を足しましたね。と2が8、8足す3で11ですね。で、かける下は7と、1と7分の1、陰7が7足す1なので8になりますね。つまり分母 4×7、 分子 11×8、 こうなりました。ここで4と8が約分できるので、この計算の途中で約分します。4は1になって8は2になりますね。そうすると7分の 11×2 で22と。仮分数だったらこのままで構いません。もし学校の先生が対分数に直しなさいと言ったら対分数にしましょう。対分数にすると地産21なので、3と7分の1とこうなります。あと1問です。4と3分の2かける2と2分の1ですね。4と3分の2、前の4、整数の4と3をかけて、試算12足す2で14ですね。14
かける、こちらは分母2なので2そのまま。で、前の2と分母の2をかけて2人が4足す1で、これ5になりますね。で、14と2って、これ約分できますよね。約分しちゃいます。2は1になって、14は7になります。そうすると、下の部分は 3×1 で、分母は3と。上は7535とこうなりますね。仮分数だったらこのままで構いません。対分数に直すときには35÷3をやると、これは11と33を引くので、と3分の2と、11と3分の2、これが対分数の時の答えです。今回は分数×分数の計算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。